巨大な牛がオーストラリアに出現。でっか。化け物じゃねえか。思ったよりでかくて草。すごい。クソコラみたいや。家畜率いて反乱起こしそう。キングも思うじゃん。国王級でビビるわ。実際見たら猛獣みたいやろ。威圧感半端なくて草。竜王やん。牧場フェンスをぶち破って出てきた牛さん、マジでラスボスにしか見えないと話題に。マジで勝てる気がしねえ。草食べて育った体じゃないだろ。こういう見た目でもきっとすごく優しいんだよ。急な動きとかしなければ安全。突進はしてこないだろうが踏まれたら終わる。神々しさを感じるね。自分はハイキング中に二度襲われたことがある。防犯ブザーのおかげで命拾いしたけど、奴らは本当に恐ろしいよ。牛さん、断りもなく写真を撮るんじゃありません。筋骨隆々。ドラクエで見た。よく、草食系とおとなしく無害の象徴に例えられるけど実際の草食動物って結構凶暴だぞ。闘牛の体つきしてやがる。すげえ。すげえな。牛畜生に人間様が負けるわけなかった。モンハンみたい。かっこよすぎやろ。走り出すの草。どこ行くねん。草。こういうスレ見たら安心してお肉食えるな。なおチンパンジーさん。ライブ中のワイで草。めっちゃノリええやん。これ何十回見ても笑える。まんま湘南の風のライブ。北海道のマイナス27度の世界やばい。牛の皮膚に霜が入る。牛くんこの寒さで生きてけるんか。牛死なんの？牛元気に白い息を吐いてる。寒いんを。牛さんガチガチで草。これが自家搾り。産地直送。うにゃうにゃ。こういう猫ありといるよね。農家ではあるあるなのか？羊、お、牛やんけ頭突きしたろ、牛。仲良しやな。助走距離すげえ取ったな、感心。直前でビビって足止めてるやん。グーカは、減速しとるやんけ。なんでブレーキをかけるのか。牛さんが痛い思いしちゃうやん。うおおお。コツン。ブドウの達人やろこれ。バリアでも張ってるんか。鳥、牛、羊。吐きやん。渋川豪気定期。強い。牛の突進をくちばし一点で受け止める鳥さんすごい。牛さんすごすぎ。すご。力持ち。ちょっとした筋トレか？こんな筋トレするやつ漫画でしか見たことねえよ。牛をベロベロ舐めた犬の末路。牛タンの味でもするんか。牛はベロ出てないからサーロインの味やろ。ヒレとちゃうんか？ワイはハラミが好きや。ああ、ビーチならこの道をあっち。親切な牛が道を教えてくれたけん。賢い。なんで道を牛が歩いてるんや？スペインでは普通なんか？ランニングネックブリーカードロップやん。これだけ吹っ飛ばされて普通に立ち上がるワンコも強い。ワイなら即降参する。重機にビビる牛カスさん。牛でも腰抜かすことあるんやな。空作りもんだと思ってたバケモンが急に動いたらビビる。牛さんかわよ。雪を食うし。腹ペコなのかなんなのか。勘はいい。ワイもガキの頃よくやったわ。牛も猫の魅力には抗えなかった。猫もまんざらじゃなさそう。うまい。うまい。猫うまい。猫水じゃなくて、猫なめか。さ。なんでいけると思ったんや。外人ってすぐ調子乗るよね。おっさん無理すんな。スコットランドハイランド牛の神々しさ。イケメーン。ディズニーに出演されてました？寝具に出てたやろ。赤ちゃんも最高。キャワワワ。これだから犬は。体格差考えろ。これは子供が生まれたら何になるんや？ダルメシアンだろ。子牛犬。完全に牛だと思われてそう。仲良しんを。いいぞこれ。川よ。川山県。どうかしてる犬。好き。陰キャすぎる犬たちを集めてみた結果。お酒が入る前の職場のクリスマスパーティー。その表現のセンス好き。最高、かわいい。陰キャやんけ。どの犬もうんざりしてる様子。犬にもコミュ力の代償ってやっぱりあるんだな。懐かしい痛みがする。あたしみたいだ。性格が猫なんだわん。親近感。彼らが他人だとは思えない。
ぬいぐるみみたい。かわよ。思ったよりでかいな。ガタイのいい外人との比較でこの大きさか。柴犬ぐらいのサイズで想像してたけど、スタンダードプードルぐらいあるな。こいつぐー賢い。ワイもこれぐらいできるし。ワイなんか水飲むだけじゃなくてシャワーだって出せるし。ワイは風呂に入れるし。低レベルで草。たった30分の留守番に耐えきれず玄関ドアに穴を開けてしまう。こっちみんな。犬に穴開けられるとかそのドア大丈夫。逃げ出したわけじゃないならよし。繋がれたリードを噛みちぎる犬はいるけど、ドアって気にしてもどんだけ薄いの。すべての犬の一生の2割はかじること。まあ、厩務員がいなくなって寂しくてゲートから出てきちゃった競走馬もいるし、寂しかったら仕方ないね。シャイニング。容疑者は室内の換気のために人肌脱いだと供述しており。害獣で草。想像以上にがっつり開いてた。ティガレックスみたいな犬発見される。草。コア骨格やめろ。腕立て犬。え、なにこれ。さ、あかん、壺に入ったわ。想像以上で草。女さんの家に押し入る輩が発見される。これは牛乳の押し売りだな。今時こんな栄養満がいるなんて。もうちょっとで入れそうだったのに。ケツが入らなかったか。よく押し戻せたな。下手したらドアに挟まれて足するわ。そもそもどうやったらこんな状況になんねん。キッヌ、王様になる。かわいい。キング犬かわよ。大型犬って表情豊かだよな。猫の場合は駅長とか所長だけど、犬の場合は王様なのか。まだ子供で即位したてで自分の立場の重要性が全く理解できていない模様。皇帝犬。とんでもないキメラ猫発見される。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。フィグアにすんな。現実世界に生み出すな。もうめちゃくちゃだよ。さ、こんなん笑うで。犬って火を怖がらんのか。海岸で花火ぶっ放す犬もいたよな。強い。面白い。さ、何やっとんねんこいつ。魔法使えない犬は科学の力借りるしかないんや。ホットドッグ定期。爆発して気絶犬もおるよな。犬も行きたいらしい。うちの犬も箱好きやぞ。こういうのって勝手に入るの。かわよ。犬は飲み物だ。こんなことするの猫くらいかと思ってたわ。液体犬。ついに発見されたか。肉ギッチギチだから液体とは言わない。脱力した。みんな驚いてる。かわよ。ぴょんぴょんしてるやんけ。子供の方が度胸あるな。クマが逃げ出すまで追いかけ倒した模様。強い。えらい。犬ってほんまに根性あるよな。クマさん情けなさすぎなんだ。クマの気が弱すぎるんだよな。なんか草。子グマかな。クマさんおろおろで草。だいぶ間抜けなクマやな。強すぎる。これはお家も安心安全やね。小さくても立派な番犬やな。犬、人間だった。かわよ。これマジ。割と探すの難しくて草。動画で見たい。びっくり犬。楽しそう。ダサいにゃんねー。初めてのセミ、いやー、これは怖すぎる。ヘタレっぷりを再び発揮。思ったよりビビってて草。草、かわよ。犬から触りに行ってんのになんでやねん。死んでると思ったんやろ。人間でもビビるからな。かわいい。瞬間移動しとるやん。セミファイナルの命の輝きに震えろ。早送りみたいな動きで草。情けないにゃ。リアル国家権力の犬やな。かわよ。大丈夫かこの犬。すやすやで草。犬のおさわりマンやんけ。まだ子犬やんけ。ただものではないな。こういうところで寝れるって天才肌っぽいな。凡人は緊張しちゃって寝れない。少しくらい寝てもバレへんやろ。飛びすぎる犬発見される。飛びすぎ犬。フライ犬。すごすぎやろ。思ってたのと違う。飛びすぎ。うわ、めっちゃ気持ちよさそう。ええなあ、ワイも犬になってこんなに飛んでみたい。これちょっと浮遊してるやろ。踏切完璧だな。せっかくメモリついてるのにフィートとか。ググったら9メートルくらいあった。見事な空中姿勢。身体能力高すぎわろた。セブンに保護かわからないけど居座ってました。かわいそう。悲しい目をしているな。いい模様してる。すごくぬいぐるみっぽい犬だな。昨今のセブンの姿勢に苦言を呈してるような顔してる。悲しい犬。
特徴的すぎてすぐ見つかりそう。ションボリーヌ。めちゃくちゃ困った顔しとる。ひっつき虫つけて帰ってきた。ひっつき犬。かわよ。ワンカスはアホだにゃん。どうやって取るんやこれ。満面の笑みや。にっこり犬。とりあえず風呂入れてから考える。柴犬って犬の中でもめちゃめちゃかわよやと思うんやがわいだけか。これ取るの大変なんだよな。かわいいけどキモい。家に帰ると茶色い小型台風が暴れ散らしておりました。かわよ。かわいい。かわいい犬。くさ。犬とかいうかわよ。柴犬って面白率高いよな。犬、そっち行ったら危ないで。賢い犬。優しい犬。かわよ。ちゃんとシャツ引っ張ってるの偉い。でけえ。惚れるわ。ハラハラして見てそう。犬は本能的に子供を守るからな。クソかっけえ犬だな。サンキュー犬。クマから鹿の骨をもらう代わりにゴミあさりを見逃している模様。嬉しそう。ディールできるわん。犬は猫より賢く忠誠心があるんじゃなかったのか。3回目らしいからな。汚職警官みたいなもんや。前科3犯。美味しそう。動物同士分かり合えるんやなって。訓練されていない犬レベルやとクマに抵抗するのは難しいで。訓練されてようが体格差的に威嚇が精一杯やろ。うちの犬も肉さえもらえや泥棒でも何でも通しそうや。犬、とっても大きくなった。あらかわいい。ひんやりいた。かわいい。そう、アルミシート、すっかり収まらなくなった。あーかわいい。かわいいねー。びっくりするぐらい大きくなるの早いよねー。尻尾、ふさーしてる。綿飴みたいやな。毛の色が綺麗だな。